フォルム・ロマヌムの絵での一創造作りやユリアは古代、ローマ時代ローマのフォルム・ロマヌムに建てられた、元老院議事堂。ガイウス・ユリウス・カイサルが建設した。古代ローマの政治家であったガイウス・ユリウス・カイサルが、元老院議員、ファウストス・コルネリウス・スッラが建てた先代の議事堂、クリア・コルネリアを、紀元前44年に改築したものである。 カエサルによる、議事堂改築事業は、議事堂と民会の建物配置を再編するものでも、あった。この改築事業は、カエサルが、ポンペイウス劇場で暗殺されたことにより、中断を余儀なくされた。その後、後継者で、ローマ帝国初代皇帝に就任することになる、アウグストィスが、紀元前29年に事業を完遂した。クリアユリアは現代まで残る古代ローマの建築物で、あるが、 それは7世紀に3はアドリアのアルフォロ教会に転換され補修が続けられてきたからである。屋根、側壁の上部及び後壁は近年作り変えられたものである。クリアユリアは古代ローマのホルムロマルムに存在したクリアとして3代目の建物である。その起源はエトルリアがサビニ人との紛争の停戦を記念して建てられた神殿だと言われている。この建物が 王政ローマ三代目の王トゥルス・ホスティリウスによって改築された時、初めてクリアと命名された。この建物は数百年間使われた後に火災で消失したため、ルキウス・コルネリウススらによって改築されたが、名称はクリア・オスティリアのままであった。紀元前52年にクロディウスの乱により被害を受けたため、ファウストゥス・コルネリウスらが改築を行い、クリア・コルネリアと命名した。 このクリアを紀元前44年に改築したものがクリアユリアである。クリアユリアは581年から96年にかけて第11代皇帝ドミティアヌスにより改築され、283年の火災の後284年から305年に第51代皇帝ディオクレティアヌスにより改築されている。現在見られるクリアはこのディオクレティアヌスが改築した建物である。 その後、ローマ帝国が衰えるにつれて、クリアユリアは、フォルムロマヌムと同様に打ち捨てられ、荒れるままにされた。また、7世紀には、キリスト教の教会に転用された。現在残っているのは、教会として転用された時期に補修が繰り返されたためであり、今に残る建物には、その時期に付け足されたものもある。20世紀になってから、クリアユリアは復元された。 ありがとうございます。